ちは、ハンドメイド作家のりかこです。このチャンネルでは私が自分で考えたオリジナルの作品をなるべく丁寧に説明解説していきたいと思っています。あ、くまちゃん泣いてるの？嘘だ、ぴょーん。ということで今日はこちらの雫をつなげて涙にしたものを作っていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。今回使う材料を説明いたします。毛糸の方はミルキーベイビーキャンディー水色を使用いたします。ハサミ、とじ針、かぎ針は3号を使用いたします。今回の雫を作るのに作った試作品たち、なかなかすぐにはできないものですね。そして編み図の方は前回の動画からの続きになります。前回はこちらの雫を編みました。編み方の方は概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらをご参照ください。では今日はこちらをつなげていって涙を作っていきたいと思います。それでは早速スタートです。まずは輪っかを作ります。そしたら鎖編みを6目編みます。はい、6目編みました。そしたら、前回編んだ雫のちょうどど真ん中の目に針を入れます。そしてそれを引き抜きます。これでつながりました。そしたら立ち上がり1目の鎖編みを編んで、次の目は細編みを編みます。次の目も細編みを編みます。細編み2目編んだら次は中長編みを編みます。次の目も中長編みを編みます。そして次の目は長編みを編みます。次の目も長編みを編みます。そして同じ目に長々編みを5目編みます。はい、1、はい、5目編みました。そしたら長編みを1目編みます。繰り返して次は長編みを1目編んで、次は中長編みを2目編みます。
そしたら引き抜き編みを2回行います。はい、これで2個目がつながりました。このようにつなげていきます。ちょうど、1個目の滴の真ん中の目に針を入れて引き抜き編みをしました。このようにもう1個つなげて涙にしていきたいと思います。糸の始末をしてきっちりとアイロンをかけて形を整えてビーズをつけるとこのようになります。ビーズの付け方の方は以前に動画の方にアップしておりますので概要欄の方にリンクを貼っておきます。ご参照ください。このように3つつなげて滴が涙になりました。滴をつなげて涙にしたものをこのように飾ってみても可愛いかもしれません。これで雫シリーズは終わりになります。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバーイ。